はい、始まりましたメカニ TV。 本日は工具紹介ってことで続きなんだけども、どうこれパッと見わかりますこれ、ね、そうですね、なんだろう、まあ、なくてもなんとかなるけど、うん、あったらちょっと便利になるんじゃないかな小物シリーズをまたアストロさんで、はい、探ってきました。衝動的に買ってきました。衝動的に、大体衝動買いですから行ったら買っちゃうっていう、はい、これはね、私今パッと見て何ってなったんだけど、商品名を見てやっと分かった。ブレーキアジャスト2、yes. はい、ドラムブレーキのクリアンス、あの窓からさ、私はね、マイナスでこうやってやるんだと思ってたの。私も今までマイナスでやってました。そう、でもね、あの今あの後ろで作業してますメカオジに聞いたら、いやそんなこれ使ってるよって言ってました。何十年も前から、はい、これ使ったことない私俺も今までマイナスで、うん、あ、これは便利なんじゃないと思って、うん、買ってきて、こういう感じねって、はい、まあこの多分さ、この角度ね、そう、なんとなくイメージしたら、あ、確かにこれ角度ついてる方が、そういえばそうだなって、うんうん、マイナスだとね、ちょっとこう、そう、なんか滑っちゃったり、そうそう、スカスカにゃーってなるのそうそうそう、なるのなるの、そう、それがなくなる、それはそうですね、はい、うん、それはいいかもしれない、ドラム、うん、これあったら便利ツールですね、はい、だユリアさんの車もドラムでしょ、はい、リアは、いや、ドラムです、ドラムです、ドラムです、だったり、あの、インドラだったりですよね、インドラだったり、はい、これはあったらいいな、カマロもドラムだし、あんまり使わないです、ユリアさん使わないです私。マイナスか。マイナスかな。だから本当にたまーに、あの車検整備を基本的にやらないので、あ、仕事で外注出しちゃう。そっかそっかそっか。仮装しかやらないから。なるほどなるほど。まああったら工具箱に入ってたら便利ですね。そうですね。いいかも。で、このなんかこれ並んでるけど、これ比較？クイックです。じゃじゃん、買ってきてます、そちら。これ何、あの古銭、古銭、そう、昔の昔の、ね、なんとか通貨みたいな、そうそうそう、なんとか通貨みたいな、これ簡易バージョンってことですかね。簡易バージョンっていうか、まあ単体仕様で、単体仕様ですかね。そういうことか、うん、はい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 、あ、そういうことね。これだけだったらこれでいけるけど、間にまあこういう感じで、そう、まあ、ラケットとソケットの間に挟んでいただいて、こうやってね、あ、まあこういう感じ、そうですね、こう、こう、はい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 、まあ、あるとこれも便利ですよね。でもこれあると便利ですよね。確かにこうスカスカ、手で回んない、そうけどラチェットだとまだ、ま、なんかスカスカみたいな、そう、時に使える、この絶妙な、で何がいいって、そのクイックリスです、うん、お値段がなんと140円、はい、安いです。140円だったら忍ばしときたいです。うん、死ぬほど買えるじゃないですか。本当ですね。140円か。そうなんです。まあ言うてしまえばね、ただの円盤、そうですね。まあでもこういうあのちょっとしたツールは本当持っとくと便利だと思う。そうなんです。ブレーキアジャストツールの方も、うん、今550円なんで安い。衝動買いにぴったりのお値段。本当ですね、はい、衝動買いにその名の通り、本当ですっていう話を今日しようと思ってたら、はい、以前あの日常点検に出ていただいた、はい、FJ クルーザーのヒゲさん、はい、あ、ヒゲさん、いつもコメントくださるヒゲさん、あ、そうですね、いつもコメントいただいてますね、はい、そのヒゲさんからお手紙と荷物が届きました、はい、何が届いたんですか、はい、お手紙、はい、あとお荷物が、はい、こちらと、はい、待って待って、騎士官、ちょっと待って待って待って、あとこれ待って待って、あ、これ、あ、これはこれはいいね、はい、じゃあちょっとお手紙お読みします、はい、はい、さて今回送らせていただいたのは、ゆりあちゃんが点検動画ラチェット工具を使っている場面が何度かあり、あれ、プロってクイックスピンナー使わないのかなと思い、自分みたいな素人 DIY には、かなり重宝してますんで、ピットにないとは思いませんが送らせていただきました。これね、今言ってたやつね、まさに今言ってたやつ、まさに今言ってたやつね。で、もう一つ、これがヒゲさんのお気に入りの藤原産業 SK11T 型スライドソケットハンドルですって、うん、お気に入りと、ね、まさに、まさにじゃない、ね、びっくりするタイミングの良さ、これね、続きがある。お、バイクいじりしてる時にT 型レンチが必要になり探していたところ、これにたどり着き、個人的に好きなクルクル、これね、はい、空転のやつ、ね、これね、空転のやつができるんで購入した次第です。
あ、そう、タイヤ外すときとかはこういうのあったらいいね。こう、こうコルゲートチューブをかぶせくるくるやっていますって、タイヤ外すときは。これじゃないやつ。タイヤ外すときに使うのはね、うん、あの先日エーモンさんのベニーのアイテムを紹介したと。あ、そうですね、そうだそうだ、はい、しますって。そうそう、あ、これもいいね。ちょっと待って、その前にさ、これやっぱサイズ違うのあるんだこれなんて、だって今まさにほら全く同じようでしたよ。今まさに、今まさに言っておりましたね。え、これこれでもさ、ここにここには1個あるから、これ、はい、じゃあ、私の KTC のゴム箱にこれ。あなたのゴム箱にも入ってるんでしょ、だって。入ってない、入ってない、入ってない、私のやつ入ってないんですよ。そう、私の工具箱と会社の工具セットがあるんだけど、私の工具箱にはこれ元々入ってないです。ああ、なるほど。そう、ということで、あの140円の円盤持ってる。あ、こっち工具が買ったやつだ、それは。これはこれでね、使いますからねあ、でもこっちのサイズもあるんですね。ちょっと大きいの、ちょっとだけ大きい、うん、そう、うん、これ、違う、2分の1、うん、ほら、あー、2分の1ですね、うん、2分の1もあるんだ。2分1もありました。へえ。まあでもこういうの、なんだろう、やっぱあった方が作業効率的にはいい。なんかね、なんだろう、今どういう時にって言われると浮かばないんだけど、あー、こういう時あれがあったらよかったっていう場面って結構あるんですよね、 DIY やってても。本当に仕事でもそういう時いっぱいある。今そういうのはあれですよ、1軍のラチェットハンドルにずっとつけてていいと思う、うん、あ、それもそうですね、うん、そんな気がする。確かに、それはそれ用で持っといて、はい、そう、選択肢の中に入れといた方がいい気がする。あとその T 連ですね。そう、 T 連、これなんかでもあるっちゃあるけど、このくるくるはついてない。そうですね、まあ、過去の動画で言うと、うん、何年か前のオートサロンで、うん、多分工具メーカーさんが出してるのに触れたことはあったと思うんですけど、はい、今じゃあうちの工場にあるかと言われると、うん、ないですね。何ですか。エクステンなの。ああ、エクステンになりそうですね。上にも、上に入りそうな。ああ、本当だ。あ、これ、はい、ってことはこれスポッて抜けるの。これが抜ける、抜ける抜ける抜けるよ、これ。あ、エクステンなんだったらいいじゃん普通にだってこう T レンじゃなくてもさ、はい、普通こうでかいね、はい、まあ、レバーくっつけてガシガシできるという。そうですね。おー、便利ですね、これはこれでなんか一粒に何役もある工具みたいな感じ。うん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 、これでもちょっとここに置いといて使える場面あるかもしれない。そうですね、まあ、せっかくいただいたので。そうですね、活用させていただきます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱね、なんか増えちゃいましたね、ちょっと豪華バージョン。まあ僕がね、買ってきた私物の工具もそこにはどんどん増えてる、はい、いや増えてますよ、どんどん。なんか2分の1のソケットとかも。そうか、インパクト対応の2分の1のソケットとか。え、これ黒いやつ。はいはい、もう買ってきた私物です。あ、そうなんですか。確かにね、来るたび来るたびね、ちょっとずつ変わってる気がする。はい、増えてます。こういうのとかも最初なかった。まあ、それはまあでもあれ、あのこの番組で紹介して、ね、そうですよね、はい、来るとかこの辺もね、はい、そうですね、まあ、あると便利系がいろいろ増えてきました。そう、増えてきましたね。はい、はい、ということで、あったら便利、かゆいところに手が届く工具なんですけど、多分ね、私こう知らないだけでまだまだいっぱいあると思う。あの皆さんこう自分で使ってるこれいいよっていうのあったら、ぜひコメントで教えていただきたいです。ということで、本日のみかん TV はここまで。ご視聴ありがとうございました。実はずっと後ろにメーカー文字が映ってる。映ってたんですかぼーっとぼーっとぼーっと